そうですね、いいんじゃない。さあまあ続いてですからね、カーリング、これも注目していきましょう。これは面白い競技ですよ、カーリングは。技術だけじゃなくて戦略もね、本当に大事になってきますから、頂上のチェスと呼ばれてますからね。非常に頭脳戦という部分も期待しましょう。さあフランスとスウェーデンの戦いとなりますね。どちらも強豪ですね、先行はフランスです。やっぱあれなんですかね、スウェーデンの人は北欧家具みたいな意思を使うんですかね、多分そうでしょうね、そういった道具の部分でも少し有利さのあるスウェーデンですが、おしゃれなんでしょうね、おしゃれなムーブに期待しましょう。はい、はい、さあスローしていきました。ここでブラシがどう出るかですね。そうですね、あとは、まあ球の回転力ですよね。球の回転力、はい、なるほど、まあ、氷を磨き、あっとーっおお、どうしたんですか？はい、あっと今ねえ、でもまあなんかあれだね、もういいやってことで、いいやということで、いいやって、どうせここに置くでしょ、置くでしょということで、いいや、なるほど。審判団たちもね、全然気にしない、気にしてない、いいや、しっかりと技を決めていきました。はい、そうですね。いやーナンバーワンですね、見事なナンバーワンをまず置いてみせました。さあ続いてスウェーデンですが、注目ですね。まあ、この石をね、ずらしていくとか、はい、して自分の石を、まあ、真ん中にありますから、簡単にまあずらせるというか、当てるのは簡単ですね。そうですね、この後の戦略にどう生かしていくかというところが注目のスローですが、来ました。スローはうまくいったか、少し右にずれているか、ブラッシングもしっかりしているんでね、はい、大丈夫だと思いますよ。ここら辺はスウェーデンのお箱というところですが、さあどういう風に動いていくか。いいですね。あ、あれあれ硬いですね。あれこれは何ですか今のは。何ですか今の。石にもね、技術力はありますか。ありますか。はい、重さの違い等々やっぱりありますか。あるんじゃないかなと。なるほど。さあお前にまだ俺は動かせないと。はい、非常に石の強い石だけにね。そこまでは言ってほしくなかった。さあ続けてフランスの2投目ですが。これも中央に寄せてきているぞ。どうか。ああ、やはり動かない。硬いね。いや、やっぱり起点になってるね。先行が圧倒的有利ですね。そうですね。先行ってなんで動かないんだろうねあれ。張ってるのかな何かで。これ2投目どう攻めていくべきですかね。もうどう頑張っても無理ではないのかなと今。その意思の部分ですね。そうですね、やっぱ。強い意志を見せることができるか、はい、周りをのけていってね、はい、最終的に真ん中をどうするか考える、まあ、そうだね、考えたから喋ってくださいさあ2投目どうか。うまいこと あれもうなんかシュートですか。ハズレボブルみたいになってましたけど、デレ消えるんですね、あの丸の外に出ると。いらないと。いらないと。余計なものはもうお見せしないと。なるほど。シンプルイズベスト。ああ、いいですね、はい、非常にその中継にも気を使ってくれていますが、フランスの3投目、これで勝負が、ね、真ん中に1個あるから、まあどうやってその配置していくかっていうのがね、フランスさんも勝負のところですね。フランスには真ん中がありますから。そうです。これもやはり動かない。茶番ですね。平和の祭典と歌うオリンピックですが、そうですね、もうどことなくがっかり感を醸し出す選手だと、ね、ちょっと今よく見てみますと真ん中の回っていたそうです。あ、はい、どうですか。少しやっぱ動くことは、そこはあの不正ではないよというアピールを、よかったですね、さあこれで勝負が決まります。スウェーデンの3投目、はい、諦めてほしくないですね、コース取りはいい位置、通常であればいい位置、あとは、いやでも本当いい位置ですね、さあ最後の意思を信じて、うん、動くか。うわ、動きません。あ、消えました。ボッシュートと出ちゃいましたから、はい、なるほど、出ちゃいけません、出ちゃいけませんね。あ、もう1投ですか。あ、4投目までありました。そしてこれ少し今左にずらしますか。ストーンという感じで出したらいいなと、石だけに、ストーンだけに。お、いい滑り出しですよ僕はもういい感じの滑りを見せましたさあ滑るか。
あ、でも回ってますね、本当に回ってますか？そうですね、方位石みたいな感じですね。やはり自分のね、真ん中に、まあ、据えた石をクッションにしてどうやって戦略立てていくかっていう、まあ、フランスはプレースタイルですね。技術力、戦略、すべてが上回りましたフランスです。はい、さあこれラストですが、スウェーデンもね、いいムーブを見せてほしいと思いますが、うん、あの回転エネルギーをどう生かすかというところですね。どう生かして弾きたいですよね。結構弱めで、そうですね、はい、ちょっとテクニカルなまずはスローをしてきましたが、一番手前に置こうとしているのですね。なるほど。さあアロエさんからのまともな解説が入りました。果たして結果はどうなっていくか。いいコース、中央寄せています。いいんじゃないですか。いいですね。うん、あとはどうか。ね、うん、うん、あ、おー、あー、あー、くっついた。フランスの勝利。リプレイです。はい、いやー、いい勝負と言えますか。はい、レベルは高かったと思うんですけれども、ね、決め手どこだったんですかね。やっぱり最初の一投目ですね。やっぱ揺るぎなかったですね。揺るぎなかったですね。ここもね、うん、うん、あれ？おかしいですね。ちょっとあれってなりますね、これは。ああ、そして出たり入ったりを繰り返していたんですね。僕たちの目では見えない速さだったんですかね。やはりトップオブトップ、世界の頂点が戦う場。すごいですね。我々一般人では目で追うことすら叶いません。いい勝負見せてもらいました。はい、フランスチームの喜びの姿です。最後の競技ですが、あ、すいません、スキーのジャンプです。あ、ラージヒルになりますね。あ、いいですね。さあ花形競技、スキージャンプラージヒル、まあどれだけ距離を伸ばせるかってところですからね。はい、やっぱ軽点、そしてヒルサイズまで迫ってほしい。いくら風乗れればね、距離は伸びると思いますから。風速は50メートルを超えています。50メートル。はい。すごい。さあ風に乗っていけ。いけるか。どうか。いい感じですね。いい感じすぎませんか。うん、あれ、あの帰国ですかね。壁ですか。いや、まあ、あの彼パスポート見せてなかったね。引っかかっちゃったんですね。そうですね。なるほど。空中で止められました。テレマークも決まっている。真夏のセミを思い出します。そうだ。さあこれは2回目のジャンプ、ね、着地してほしいですね。帰国はしないでほしいですね。着地しないと記録になりません。まあ、しさあ風も 50m を超えて踏み切った。あ、いいね。これも、うん、飛んでいく。降りないね。これも帰国コースだ。だエールフランスが呼んでいる。どかった。あ、やっぱでもちょっとやっぱね、ちゃんと手続きはしていただかないとね。そうですね、あの関税品とね、しっかりと申告しま、しなければいけませんから。はい、いやリプレイです。本当に夏のセミを思い出して季節真逆ですけれども、ノスタルジックな気分になりますね。ここまでね、アプローチ良かったんですけれども、踏み切りました。これはそうだね、姿勢が大変いいですね。いいですよね、エールフランスのデモ映像みたいな。ただやっぱ最後は完全に引っかかっちゃうと。はい、あ、ただ記録上ではですね、あの832点ということでダントツの1位。あ、いやー、フランスは強かったですね。そうですね、まあ、ここまでレベルの高い選手をね育ってくるあたりがやっぱりさすがだなって思いますよ。さあここまでね、長野オリンピックの模様をお送りしてまいりましたが、はい、お二人に今大会の総括をお願いしたいと思います。アロエさん、はい、まあこれは勝てません。勝てませんね、もずくさん。いやー、まあこのね、雪辱はあのピョンチャンで晴らしていただくと。はい、そう、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。はい、はい、今回はポンコツアーズ長野オリンピックの模様をお送りいたしました。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。